写真拡大。セリーグ広島ヤクルト24回戦15日マツダヤクルト広岡広志内野手22が5-0の5回2死1、2塁で右越え8号スリーランを放った。2-0の4回1死1塁では右越え7号ツーランを放っており、1試合2発と2打席連続アーチをマークした。7番遊撃でスタメン出場した期待の大型野手は打ったのはストレートです。追い込まれていたので前の打席と同様にコンパクトに打つことを心がけて打ちましたと。